十勝のアショロ町で女性が殺害され山林に遺棄された事件で逮捕された男が殺害後すぐに遺体を車で運び遺棄,していたと遺棄していたと見られることが関係者への取材で新たに分かりましたアショロ町の無職、志戸典義容疑者は去年11月10日の午前11時半ごろから午後1時半ごろまでの間 スナック経営の信本真由美さんを信本さんの自宅で殺害した疑いできょう身柄を検察庁に送られました関係者によりますと10日午後4時ごろ信本さんの知人が信本さんと連絡が取れないことを不審に思い自宅を訪れましたが不在だったことが新たに分かりました一方信本さんの車は自宅横の駐車場所に停められていたということです このため捜査本部は、獅童容疑者が信本さんを殺害した後から、知人が自宅を訪れるまでの数時間のうちに、信本さんの車で遺体を直線距離でおよそ35キロ離れた山林に運んで遺棄し、再び車で戻ってきたとみて調べています。容疑者は取り調べに対し、しし車を貸して欲しいと頼んだが断られ、カッとなった。 信本さんの頭を工具のような鈍器で複数回殴り殺害したという趣旨の供述をしているということで捜査本部は殺害前後の行動についても調べを進めています。